はい、こんにちは。パーカッションの高文です。この動画では、ボンゴを選ぶ、購入する際に気をつけるべきことというテーマで話していきます。1月9日に行ったボンゴのワークショップでも軽く触れたんですけれども、結構ね、重要なことなんで、改めて動画にしてお伝えしていきたいと思います。で各メーカーのボンゴの比較なんかもやっていきますので、ボンゴに興味がある、これから購入を考えているという方は、ぜひ参考にしてください。はい、初めてボンゴを購入する方は、もうこの楽器の良し悪しなんか全然わかんねえよと。 いいう感じだと思います,のでですね簡単な目安だけお伝えしますと、このガキの値段ですね、値段、販売価格が少なくとも1万円以上のものを選ぶと良いでしょう。1万円以下になってしまいますと、本当にお子様向けのおもちゃっていう感じですね、ちょっとクオリティは保証できかねますっていう感じになるので、1万円以上で見ていただくと安心かなと思います。1万円以上であれば、どのメーカーでも、どんなボンゴでもですねよっぽど変なものってありませんから、この 音が変な音するとか、使えないとか壊れやすいといったことありませんので、1万円以上で楽器屋さんに行けるのであれば、行ってみて、見てみて、ちょっと叩いてみて、気に入ったのを選んでいただければいいし、ネットで購入する場合も、ですねもう見た目とかで大丈夫です。見た目がかっこいいとかね、色が素敵だわという感じで選んでいただいて、全然問題ないと思います。ただ、1点だけですね、これだけは気をつけてほしいということがあります。それは、このボンゴのヘッド。 革のサイズですどういうことかというとこのボンゴっていう楽器は小さい太鼓と大きい太鼓が、まあ、2つでセットの形で、まあ、これはね世界共通どんなメーカーでも共通なんですけどもこの太鼓の大きさつまりこの貼るですねヘッドのサイズっていうのがメーカーとか型番によって微妙に違うんですね例えばこの高い方はですね7インチのものもあれば7.1 15インチのものものああったりして微妙に違いがあるとでこの貼っている皮もですね基本的には本革のものかプラスチックでできたプラヘッドと呼ばれるもののどちらかなんですけどもどちらの場合でもですねそのサイズがジャストサイズじゃないと合わないようにできてるんですねなんか7インチだから7.15インチのヘッドも合うかなと思いきやですねこれ合いません。 伸びたり縮んだりしないっていうことなんですね。なので基本的にはですね、このボンゴのヘッドを交換するってなったら、この楽器本体が出している純正のもの、純正のヘッドを使うということになります。へえ、そうなんだでもこのヘッド交換とかなんか難しそうだからしなくてよくねと思いきやですね、このボンゴという楽器、まあ聞いてもらったら分かるんですけども、この高い方、かなり音高いですよね。つまりこのヘッドを思いっきり。 テンンション高く張る楽器なんですねで本革の場合こう思いっきり張った状態でもう置きっぱなしとかにしていると次の日ですねこれがもうパックリ割れてる革が破れちゃうってことが結構ありますなので、えー、叩く前にですねこう締めて叩き終わったら緩めるというのが基本なんですけれどもこれを張りっぱなしにしてしまったりあるいは湿度の変化が すごい激しい環境なんかに置いておくと結構この高い方が割れちゃいますと革破れちゃったらもうしょうがないからヘッド交換しますかっていう話なんだけれどもこの替えのヘッドがですねお店にありませんとかネットでも在庫切れですとか取り寄せで1か月待ちますっていうことがですね結構これあるんですよでたまたま運が悪くて手に入らないということもあればもうメーカーによってはですね常時在庫切れっていうことが結構ざらにあります でせっかくボンゴ頑張るぞいって楽器を買ったのにですね、このヘッドが破れてしまうとめちゃくちゃテンション下がるんですよねで。しかもこの替えのヘッドも手に入らないとなると、もう楽器をやるモチベーションが地に落ちてしまいますので、これからボンゴを購入しようと考えている方は、その買おうと思っている楽器にちゃんとこう合う替えのヘッドがあるか、手に入りやすいかどうかっていうのを確認していただけると安心かなと思います。お店で買う場合はですね、店員さんにこの ヘッドがありますかお店に置いてますかあるいは手に入りやすいですかっていうのを確認してみてください。で、その場にね、そのお店にもうすでに買いのヘッドが売っている場合は、ボンゴと合わせて、この高い方だけでもですね、その予備のヘッドっていうのを買っておくと安心かなと思います。はい、で、ネットで購入しようと考えている場合は、メーカー名ボンゴヘッドのように検索してもらって、お目当てのボンゴに対応するサイズのヘッドがあるかどうか。 在庫があるかかどううというのを確認しておくと安心ですはいではここからは少しプラスティックヘッド、プラヘッドについても触れていきます。やっぱりボンゴはこの高い方が本側だと破れるリスクが怖いなといった方やいちいちこう貼ったり緩めたりするのめんどくさいわという方はですね、プラヘッドがおすすめです。でこのプラヘッドを作っている会社、レモっていう会社が大手なんですけれども、ニュースキン、ファイバースキン、スキンディープという3種類のです、ね、プラヘッドを出しています。 でこのレ e m o っていう会社が出しているプラヘッドは基本的にですね、すべて LP、ラテンパーカッションというですね、パーカッションメーカーのボンゴを基準に作られてるんですね。でちなみに、今、ここにある僕が使っているボンゴも LP というメーカーのボンゴにレ e m o のニュースキンというヘッドを貼っています。というわけで、もしあなたがこのボンゴにプラヘッドを貼りたいとなりましたらですね、選ぶボンゴは基本的に LP 一択です。 具体的に言うと例えばこの高い方 LP のボンゴっていうのは7.15インチ7と4分の1インチっていうのが一番多い標準的なサイズなんですけれども他のメーカーになるとここが6インチとか7インチとか微妙に違ってくるとでこの7.15インチのプライヘッドが合わないということになりますで、まあ、奇跡的にね、まあ、こう無理やりやってはめることができれば100%使えないとは 言えななななないいいいいいんんですすけれども、まあ、その可能性は限りりく低いかかととあんまま期待しない方が思ちょっと詳しい方に突っ込まれそうなので一応言っておくとですねこのまあ LP とかレ e m o といったメーカー以外にマイネルっていうメーカーがありましてマイネルもですね独自にプラヘッドを出していますただそのマイネルのプラヘッドもですね7インチと8.5インチっていうサイズ なので、そのサイズでしか合わない。マイネルのボンゴの中でもそのサイズでしか合わないというものがありますし、さっき見たところですね、そのプラヘッドも在庫希少という感じなので、手に入ったらラッキーっていう感じですね。はい。では、今までの話を総合して、予算1万円以上で手に入りやすいボンゴを比較してみます。はい、こんな感じです。ご覧の通り、やっぱりメーカーによって微妙にサイズが違いますね。順番に見ていきましょう。まずは LP、ラテンパーカッションというメーカーです。 このメーカーがパーカッションメーカーの中で一番最大手になりますえ。その分ですね、お値段もちょっと高めなんですけれども、まあ、安心安全の LP ということですね。迷ったらもう LP のものを選んでおけば間違いないかなといった感じになります、はいで。サイズがですね、小さい方が7と4分の1インチ、大きい方が8と8分の5インチです。でこれまたね、めちゃくちゃわかりにくいんですけども、この8と8分の5インチっていうのは、 ヘッド交換する際はですね、8と二分の1インチで考えてもらって大丈夫です。さっき言ってたレモのニュースキンとか、プラヘッドを使うときはですね、8と二分の1インチと8と八分の5インチ、これ合わないのかなと思いきや、これ合いますんで、この8と八分の五っていうのは8と二分の一と思っていただいて大丈夫です。はい。はい、続いて LP アスパイアです。 これは LP の廉価版ブランドといった位置づけでお値段かなり抑えられています。まあ教育用というか学校などで使う用途で作られたものなんですけれどもクオリティは決して悪くないですね。はい。で、サイズが小さい方が6と4分の3インチ大きい方が8インチで LP のものより一回り小さくなっております。けどもこの6と4分の3、8インチっていうのもですね、あのレモのプラヘッドありますので このアスパイアシリーズにもレモンのヘッドを使うことができます。はい、続いてトカです。このメーカーも決して LP に負けず劣らずのクオリティでプロで使っている方も多いです。でこれは僕がパッと検索して出てきたものを表示しているのでちょっと値段が高めかなと思うんですけれどもトカを扱っているお店に行けばですね、まあ、もうちょっと低い価格帯のものもあると思います。サイズは小さい方が7インチ、大きい方が8と2分の1インチ。 でこの小小さいい方がですすね LP よりり少し小ぶりになっていますはい、続いてマイネルです。これは Amazon でボンゴで検索したらパッと出てきたやつでお値段もかなりお求めやすくなってますね。サイズは小さい方が6と4分の3インチ大きい方が8インチでかなり小ぶりなボンゴですねで。さっき紹介したマイネルの黒いプラヘッドがありましたけれどもあれがですね7インチと 8と1分のインチなのでこのボンゴには使えなないいといった形ににりますこのボンゴにももうちょっと高い価格帯のボンゴに合うという形ですねただこのサイズがですね LP のアスパイアシリーズのボンゴと全く同じなのでもしかしたらレモンのプラヘッドが合うかもしれませんなのでお持ちの方はですねこのマイネルのボンゴにレモンのヘッド使えるよとかあるいは使えないよというのをねご存知の方いたらぜひコメント欄で教えてください はい、続いて、ゴンボップスです。ゴンボップスって結構高価格帯、高級な、えー、イメージのメーカーなんですけれども、このボンゴに限ってはかなり廉価版っていう感じでですね、お求めやすい価格になっていると。サイズは小さい方が7インチ、大きい方が8と2分の1インチとなっています。はい、続いて、パールです。これは日本のドラムメーカーですね。小さい方が7インチ、大きい方が8と2分の1インチとなっています。 さっき調べたところによりますとですね、このパールの純正のヘッドっていうのが在庫切れになってましたので、まあ、日本のメーカーだからといってですね、このヘッドが手に入りやすいわけではないといった感じですね。まあ、おそらく海外で作ってるでしょうからね。はい、というわけで今回は、ボンゴを購入する際には、このヘッドのサイズに気をつけようというお話でした。で20年くらいやっている僕でもですね、今回調べてみて、改めて、ちょっとわかりづれえなと。 思思いいいいままししたたののので、まあ、今回の動画をきっっかけけににつの参考にしててだければいいなと思っております、はい、でこのパーカッションをですねやる人口がもっともっと増えればもっと分かりやすくなるだろうしこのサイズのバリエーションとかですね品揃えももっともっと良くなると思うんですねなので、まあ、パーカッション人口がもっともっと増えるようにですねこれからもあの僕はパーカッション情報を発信していきますので引き続き応援をよろしくお願いします はい、こんな感じでパーカッション情報を毎日発信。毎週日曜日には YouTube ライブを使ったパーカッションのワークショップも行ってますので、引き続き要チェックをお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。